国家発展改革委員会など関係部門は7月28日、民営経済の発展促進に向けた最近の若干措置の実施に関する通知を発表した。これは中国共産党中央委員会、国務院の民営経済の発展・成長の促進に関する決定と政策を深く貫徹し、民営経済の発展における際立った問題の解決を推進し、民営経済の発展活力を引き出し、民営経済の発展の自信を高めることを狙いとしている。同通知には28か条の措置が含まれており、そのうち、国の重要プロジェクトと弱い部分の補強プロジェクトの中で、一定の収益レベルを持ち、条件が比較的成熟したプロジェクトを選択し、民間資本の参加を奨励する重要なプロジェクトリストを形成することが打ち出されている。また、プラットフォーム経済の健全な発展を推進し、迅速な審査、権利確定と権利擁護を確保するよう専門性や特徴のある中小企業やハイテク企業が地元の国家級知的財産権保護センターで登録を行うことをサポートするなどがある。